血液が不足しやすい新生活シーズンに合わせ、福岡市天神で県内9つの大学のラクロス部員が献血への協力を呼びかけました。日本赤十字社によりますと、年度末のこの時期は移動や新生活の準備により献血への協力が得にくく、血液が不足しやすいということです。さらに10代から30代の献血はこの10年でおよそ3割減少していて、将来の安定供給に支障をきたす可能性があり、献血との接点が必要としています。参加した学生らは実際に献血にも協力しました。学校とかでも献血のこういう車が来ていただいていることがあるんで、機会があったら友達誘って一緒に行くとかやりたいかなと思いました。この呼びかけは明日も行われます。